こんにちは、痛みの窓口丸目接骨院の丸目です。この動画でですね、首肩こりの方ですね、その代表例となる肩甲挙筋というね、筋肉のストレッチ方法について、お伝えしたいと思います。で、その肩甲挙筋というね、筋肉なんですけれども、こんな感じで、ついています。ちょうどこの肩甲骨のね、この角のところですね、こっからこういう形で首の付け根の方にね、こういう形でつながっています。でこの筋肉がですね、硬くなるとですね、もちろんこの肩こりですね、でこういうところの痛みですね、それから頭痛、耳鳴り、めまいですね、それから肩が上がりにくいとかね、こういった症状を訴えられる方が非常に多いです。というわけでですね、今日はその肩甲挙筋のね、筋肉のストレッチの方法をお伝えしたいと思います。でやり方なんですけれども、例えば、左側のですね、肩甲挙筋のですね、ストレッチの仕方なんですけれども、まず左側のやるときですね、まず右手使います。右手ね、で後ろ後頭部ですね、こういう形で、当てがっていただいて、まず下を向きます。ぐーっと息の入るね。で本来は顎が胸につくような状態になるので、こういう感じですね。でそこから横に倒していきます。ちょっとねじるような感じですね。それでかつですね、この左肩をちょっと下に、自分の中でこう下に戻すような感じでやっていただきます。そうするとここの伸びがね、すごく感じると思います。ただ単に、下を、横を向くんじゃなくて、下だけ向くんじゃなくて、下を向いてから横に倒していく感じですね。そうすることで、このラインが非常に伸びてくると思います。でこれも痛いまではしないでください。痛い手前で止めて、あ、伸びてるなというぐらいで、押さえておいてください。だいたいストレッチの時間は30秒から60秒ぐらいですね。まあ、ゆっくり呼吸をしながら、やっていただければいいかなと思います。はい、本日の動画は以上になります。ぜひですね、首肩こりの方はですね、やっていただければいいかと思います。